リンリンハローパラレール、リンリンパラレールのリンとです。はい、ということで今回も今回もだね、うん、はい、リンとのお宝動画になります。はい、今回ご紹介するのはこちら。はい、こちらということで、オーズドライバーです。はい、言葉が出てこなくなっちゃったこういうこともあるよね、お許しください。はい、オーズドライバーね、ご紹介していこうかなと思います。これもね、CSM、コンプリートセレクションモディフィケーションのオーズですね。まずちょっとざっくりと見ていきましょうか。ちょっといろいろこれね反射しちゃうんで、なんかご紹介しにくいな。よいしょ。これはねメダルホルダーになりますけど、あの変身案はね何種類かだけご紹介していく感じにしましょう。はい、コンプリートセレクションモディフィケーションということでね、メダルが全部ついてるやつなんですけれども、はい、ここがタカ、イマージンショッカーで魂コンプですね。魂魂魂ってね、私が歌うなってね、これで鳴らしなさいよっていうね、とか、ガタキリバ、ラトラータ、サゴーゾー、シャウター、プトティラ、これは普通にあれだね、信長の時の黒の3つね。そしてブラカーワニですね。が、はい、こっちだと、はい、スーパータカ、スーパートラ、スーパーバッターとか、エビ、カニ、サソリ、ビカソコンボね。あの、新しいコンボですね。ビカソ、シガゼシ、シカ、ガゼル、牛ですね。と、ムカチリ、ムカデハチアリですね。と、これがセイウチ、シロクマ、ペンギンね。ですね。と、カンガルー。なので、これはセイシロギンね。セイシロギンコンボ。と、カンガルー、パンダ、ヤドカリは、どこ、なんか、あの、頭と上、ん?下?だったら、ん?頭と真ん中だったら使えるよ、みたいなやつだったはず。あれ、足と真ん中?忘れちゃった。なんか、汎用性のあるやつみたいなやつね。と、あと X、アマゾン、ストロンガーって感じと、ひび割れた、ひび割れた、タカ、コア、メダル。割れたやつはね、ちょっとあっちに飾ったままになっちゃってるんですけど、っていうところですね。あとはここ。仮面ライダーネプチューンが使う、サメ、クジラ、オオカミウオ。オオカミウオ、これ逆だね。他見よう、こうだね。の3つとかね、っていう感じと、あとは映画で出てきた財団 X 仕様の、タカクジャクコンドル、トラ、クワガタカマキリバッタっていうところね、のメダルですね。はい、そして、これと、あとはこれね。はい。これもちょっと音声鳴らしていきましょう。で、ここが、また、例のごとく BGM が鳴るやつ。このメダルあ、これ違う。ライオン、カマキリ、バッタだ。カシャって。これあれだ、アンク遊びができるやつ。アンクナビゲートモードの時だ。変身いけますって、ちょっとのお金と、明日のパンツさえあれば。そうだ、ここは焦げてる。俺の明日が。真ん中がセリフボタンだ。あいつ、ただのバカだ。あ、違う。これ、バディーモードだ、真ん中。今はこの手しかない。バディーモードと、アンクナビゲートモードとか、なんかいろいろモードがあったんだよね。で、そうだ、BGM ここだ。懐かしいね。いいね。うん。はい。とか、トゥ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 ってやつね。ジャジャードールってあれね、タイムジャッジドールね。あとエニシングゴーズねっていう、音楽鳴るモードと、ここでセリフ。お前には関心、俺がこの手に握ってきたのはコアメダルだけじゃなくてな、助かるには奴を倒すしかない。メダルを3枚ここにはめろ。力が手に入る。いやー、いいね。
力が手に入るっていうこのアンクの声がね。じゃあせっかくだからタカトラバッタでやりますか。セリフの争おい、多少のリスクがなんだ。ここで二人とも死ぬよりはマシだろう。早くやれエイジ。あっちこっち行ったけど、楽して助かる命がないのはどこも一緒だな。でここでこうやって持って、こうやって持って、でガチャンってやって、そう。なんだ今の歌、タカトラバッタってこれが。歌は気にするなという一連の流れね。どれだけのものかは戦ってみればわかる。セリフまだ入ってたや。セリフの途中で被せてくスタイルっていう感じね。でここ押しながら、そうそうそう、タカトラバッタね。ちょっとトラが斜めになっちゃった。こんな感じ。もうね、全部こっちにもう入っちゃってるからね、音声がね。もうこれ最高ですよ。あとは私がちょっと好きなやつをちょっと一個鳴らすか。鳴らそう。これ映画限定なんだけど、魂コンボ。かっこいいね。魂コンボですね。あともう一個ぐらいやって、最後はやっぱりね、この割れたコアメダルのタカクジャクコンドルを聞いてほしいんだよね。どうするかな、もう一個。あ、せっかくだし、その、新しいメダルの方のやつもちょっと聞いてみるか。二個ぐらい聞いてみるか。まずは結構好きなのは、これ。まあ、最強コンボに近いかな。スーパーってかっこいいよねこれね。すごい好き。いやいいよねこれね。あとはね、じゃあどれがいいかな。これ結構ね、音が面白かったんだよね。ムカデ、ハチ、アリ。そう、ムカチリコンボ。未来のコアメダルの力か。そう、未来のコアメダルの力。ムカチリコンボ、ムカデアリチリ。ん？違う、アリ。ん？ムカデハチアリ。です。カミカミン。そう。これはどういうコンボなんだろうね。正直。あれかな。害虫的な。まあ害虫っぽいもんな。害虫コンボ。はい。じゃあ最後はね、お待ちかねの。まあこれでしょ、やっぱり。タカ。コンドル。クジャク。あれどこにセリフあるかな。人の心配し、その前に約束するの親切じゃない。人の価値、俺はお前アンク。おい変われって。ライダーはお前と約束。意味わかる。アイスキャンディー1年。やっと見つけ、エイジが生きてくる。一つだけ、生きてたか。アンク、なんか変。あ、ラブコンボか。バカか。おい、エイジ。持つべきものは使える僕だ。それで思ったんです。エイジ、俺はお前がどうなろうと構わない。お前なら絶対止められると思った。これどっかでね、変身したら音鳴らせるんだよね。ただ違う、言ったよな。綺麗事じゃない。アンク言った。ああもう待って、待って。アンク、俺は思った通り、お前の欲しいもの。グリードは生きて。わかるよ。何がわかったの。知るか。俺は何
出したってただのメダルの戻る。俺がついてないと相当やばいだろう。もうこれ以上、本当これ以上は。この辺が最後のセリフかな。今俺の中にはあなたを。エイジ、お前これのためにセルメダルを。エイジよせ、これ使え。これだ、ここパシンって取ってアンクが消えるのね。どうして。分かってる。お前がやれって言うなら、お前が本当にやりたいことなんだよな。エイジ、目覚ませ。音間違った。4番目かこれ。これで鳴るかな。あ、そっか、スキャニングチャージになっちゃうのか。もう一回やりたい、もう一回やりたい、もう一回やりたい。3番目か。変身。そっか、3番目か。これか。そうそう、これがやりたかったね。で、この状態で、いやーかっこいいね。運命ロスする今って、いやー超かっこいい。はーい。なんかね、今回の動画はすっごーく長くなっちゃったけど、オーズ超好きなのね。オーズも、いや、っていうか仮面ライダー自体超好きなんだけど、オーズはね、アンクとやっぱり、この、ね、アンクとエイジの掛け合いがすごく良くていい作品だからみんな見てほしいな。ということで、今回は、オーズドライバーね、オースキャナーとオーズドライバーの方のご紹介でした。ということで、以上、リントでした。バイバイ。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。バイバーイ。最後までご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。あと、ツイッターもやっておりますので、概要欄よりフォローお願いいたします。